録画も開始。じゃあそれではスタートボタンを始めてください。配信の方始まっておりますので適当にやっていきましょう。まずは0回戦を2つ消化してから1回戦入ります。そして0回戦と1回戦はそれぞれ負けトーナメント敗者復活がありますので頑張ってください。A 番台がハモソルソル AGF ランジ投げファーストチームと、誰だっけ、アインカイハセファーストコンソメパチョキンチーム。先方はハセファースト対ハモソルソル。どうしました、アッセンチームで、浅草さんと桐生さんとチャップさんと DIA さんなんで、呼び出しますんで、その時はお待ちください。はい。てか、お久しぶりですよね、多分。全然わかんなかったっすわ。そうですよね、ちょっと太ってしまったんで。いやー、またお久しぶりです。また今度。あー、はいはいはい。また今度行きましょう。はい、了解しました。いやー、わざわざ遠征ありがとうございます。いや、気づいていたんだよ、多分と言ってる間に、さあ、ハセファーストが押していったか。ダメージ、立ち合いカウンターヒットからこれ危ない。しかし、刺さって踏み、爆発、しっかり攻めていく。さあ、昨日ね、皆さんも大丈夫だと思いますけど、知ってると思いますけども、ギルティギア、イグゼクスアクセントカープラス、年内稼働ということで、新作ですね、調整が入ろうだと、やっぱり新作なんで、みんな投撃とかいろんなそういう、あれに期待しちゃうんでね、頑張ってこれから盛り上げていけたらなと思います。それはね、アダムさんも来ちゃいますよ。無理やり連れてきちゃいますよ。さあ、ドリルが下がる。ファーストが、おっと、これドリルを見せてしまったか。しかし、コンボの人が空中投げ、捉えていったハセファースト。出しがない。おっと、前ハイ。やられ判定が前に出て、紙袋の部分だけダメージ。レベル2。さあ、ファーストの対空、近づく手段を。しっかり、おーっと、なんでだ、どうしてこうなった。ガードが高い、固めて、あー、じゃあ、はい、カウンター、ダウン、オルシー投げて、あー、ドリキャンしたけど、コパンが早い。取り返してるのが、ハモソルソル。開幕昇竜拳。そして、バータイコンボ。処理を力の立ち合いでいく。さあ、まとわりつこうと厳しいのはファースト。足払い、たらヒット。コパン、コパン、2杯。ガードはしっかりできてるが、今度はコパンを潰す。ドリル。ジャンケーから足払い、しっかりコンボを決めて、中央からコパンで止める。しっかりロックヒット。しゃがみ歩きからのバースト直下だ。しっかりコンボ決めて、画面端。戻ってくる。からのガードして出し合い、走ってブロックヘッド、ジャンプ D 追い返して対空に対してロックがレベル2ためる。レベル2チーファーストローケンからのダッシュ投げ、勝手な放送する。手の内はしまいか。さあね、地上にあの体力でチビファーストが歩いていて、ガンブレイズだと8歩判定消えてしまうんで、ロックヒットでレベル2頑張れば当たるかなみたいな感じだったんですけど、うん、展開早くて分かんないですね。さあ、出てきましたのはコンソメ星野金。さあね、これからポチョムキン使い、じゃね、ポチョムキンを使い始める新規の人のためにウィキペディアをね、編集してくれてるという、皆さんポチョムキン使いで始めたいと思ってる方はね、ウィキペディアをチェックしましょう。さあ、画面端。さあ、エシキン、エースからハイリー、ニルプ、失敗。ガードを固めて投げていったのはセズル、ジャンハイ、ジャンディー、ニーループから金エスミロイ、SD、ハイスラ D、レベル2落としてダウンした試合、そのまま攻めていけ。さあ、これはワンチャンス。リバーサーに気をつけて、起点を成功させたい。青剣から空中ポチャマキンマスター、これはまだ本当にある。空中ポチャマス、ワンセット、置き攻め、コバンカロスライドヘッド。まあ、さあ使わず大逆転のコンソースルー、じゃない、フェンスルーじゃない、ポチョキン。
さあ、素晴らしい逆転劇からの画面足、展開が早い。おっと2杯、後ろ目が空中ダッシュ、スライドヘッドに合わせてチャージが出ないか。 2S 空中ダッシュをこっちに引き戻す。な、何が噛み合ったか分かりそうだ。とりあえず噛み合って前行きからのローキャン、混戦状態でもしっかり読みはされている。さあ荒らしていきたい反応制する。さあニエス走って頑張れ。ここはバーストヒット、ピーピーピーとハンマーホール、上から殴ってチャージ、レベル1キープからの、さあめんどくさい択、ジャンプ系で崩してレベル1、これは釣りか。バックスタップ冷静だ。コボチョンキン崩れはしないがハンマーホール、勝ったなコンソンイホチョンキン。さあ出てくるなファーストリスナー。 おっとここに来てギルキチ村がリスナーなのことを話していきますね。これさすがにちょっとねリスナーに優しくないと、これから先ギルキチ村はね、おう、さあそれでは参りましょう。さあやはり新作効果でね配信を見ている人もたくさん増えていますので、ギルティギアのねいいところを見てもらえればなと思います。おおデコピン、さあハンマーハンマーで近づいていくが2杯カウントヒットを引き返す、戻されて押し返されてか。さあここはチビロボがいたので引き戻しをやめたんですね、多分繋がらないので。ジャンプ D ドリル 2K 立ち合い、立ち消えた球続ヒット、これはダメージアップ。さあ鉄壁、なんとか触りに行きたい。ボショウキン 2S の上を通っていく、いきなりオイスではない超レレレ、まああれもいきなりだしな。さあこのゲージ回収鼻生やして中段対空ゴーイングマイウェイからのお攻め、ドリルドリル暴れ潰し、総裁そのままいってしまう、返して爆弾はしっかり空中ガード、あっと耐えてハンマー立ち食い拾い、置き攻めは直場を超銀バスターだがダメ、スライド確かに、ここはバースト使っていく、引き戻しからの FB 追加、大きい攻め 2K 重ねて、ここはデッドアングル安全に切り返す、まあアイテム次第なんですけど、 SP 確かに 2S ハンマー確かに 2S からの読み合い、立ち合い届いて、どっちの応援してんだ大阪さん。立ち切り。いやー完全に B1 内のチームメイトじゃない大阪さんの声援がね結構ね来ましたね今。さあしかしそれでもなんとか取り返したコンソメの商品、なんとか倒したい、立ち合い一人でゴーイングから 2K 通していった、ファーストがゴーイング前へ、置き攻めはドリキャン、あーっと爆弾だった、確認していたのやはり投げた本人分かっていた、 2K 立ち合いジャンハイ 2K ダッシュ毒もあったからね。
さあ、アイン会議が出てきました。大将です。やっぱ見られてますね。いいことですね。栄養優勝チケットもらえたら明日行ってきます。さあ、この分は前杯が通って、あ、お、何ですかね、今の2杯は2杯。さあ、このための素振りやったのだ。スタン1、円安を止めるダッシュ、キングス、スタン1、ここはチビーファースト。さあ、押していった回だったが、逆に画面端を背負わされてしまう。物投げてリッパー、毒は回避、カウンター、バースト使用してしっかり切り返す。さあ、ドリチョクがどうする、ジャンペース、まずは通していったのは回、ダッシュが出ないか。おお、ちょっとファジズムシっぽい、かっこいいよ。さあ、じゃあワンドット上から、わかっている。B 番問題勝ちました。小林さんのチームが全力回戦突破。じゃあね、B 番内で、テルサージャム、クニーバイケン、FAB バジャムキンチームと、イスカの大佐ロボ、ヨルクのテスター、プラスカッコ、笑い、エディチーム、B 番内をお願いいたします。わぁ、すげえ、ほんとだ。体重が上がってますね。いい攻撃です。B 番内は、大丈夫？テルサさんのチームと、大佐のチームです。あれ、俺が、見ればいいのかな。学さんだね、君は。勝ちました。なかなかやるね。テルサさん、クニーさん、フーミーさんのチームと、大佐チーム、大佐と、あ、じゃあ、してるね。大丈夫、ごめんね。さあ、勝ったな、アインカイ、やるね。C 問題どこ行こうかな。ありますよ。どうすっかな、どうする。さあ、出てくるな、大将戦 AGF アンジュ対するアイン会。アダム、どこやれ、どこが残ってる。うちのチームか、うちのチームだな。うちのチーム行く。じゃあね、そうしましょう。マイヨー、マイヨー来てくれ。え、実況さ、俺とアダムができないときにやってくれない。え、なにそれ。じゃあ C1 内呼び出します。ゼロ回戦勝ち上がりました、小林さんとブルーさん、そして豆腐ヘッドバット、ヘッドバットネバーダイバーストチームと、ジョニオゴミ、シャーロック、シェリンフォード、スレイヤーと、数名名チーム、終盤台。じゃあ、マイヨーさん、ちょっとよろしくお願いいたします。あ、わかった。A バンダイの方、今戦っているのは、インカイと、AJ フランジですね。足払い、レイズから SS、はい。一本選手は委員会、新番台の方でね、ジョニオとあのシャーロック・セリンフォードさんが戦うわけで、私はコーデリカ・クラウカです。足払い、風神、シャガパンからの後投げ、あ、おいしいけれども攻め継続、一旦様子見してから後ろに下がる委員会、勝ち、はい、振って、ジャンピーが当たればよかったんだけどね、距離が合わないと透かしていきます。ジャンシャガパン、おっとと、金エスがシャガミぐらいバースト打って、
体力有利なのは AJ ファンジ。エンエスにシャガエス、ジャンエスとジャンハイ、キンエスに足払い、シャガパンが当たってベ、ビッパーバスにダッシュパン暴れた、風神リン終わる。一本取り返す AGA ファンジー、頑張って耐えました。おっとと前ハイに警戒、ピッカイかピッカイ当てて中段は立ちぐらい、これは美味しい。シャガイス二段ガードしてシャガイス前パン暴れていた、バースト打ってこれはまずいかんだが、ちょっとしたミスで貝側が一気に攻防を変えることになります。足払いスタン、うーん投げシャガハイダスト、スペースハイベイパーキル、大きい攻め、ジャンスは空中直が足払いスタンエッジに封じん、封じん金 S、 エン S、 ジャン S、 ジャンピー、ジャン S、 ジャン S、 ジャンディ当たらない、しゃがみぐらい、こっからさあどうする、バースト警戒から置き攻めはジャンディ、バーストでキンバーをガード、バーストが止まったのはインカイ、わからない、どうなるどうなるか、ゲージがあるのは AJF だが、しゃがんでかわして足払いしっかりガード持続が長い、さあジャンピー当たらず、キンバが当たってライドザライトニングが赤から仕切り直し20秒、レンジャーが光る、さあどっかで、さあ攻めの起点を作ったのは AJ ファンジー、質の2段が効いていた、勝ったのは AJ ファンジー、投げファースト、あともう一人浜さんですねのチームです。